堺雅人、49、主演の TBS 系日曜劇場、ビバン、日曜後9、0の公式 X、旧 Twitter が22日までに更新され、27日放送の第7話の予告動画がアップされた。自衛隊の影の諜報部隊、別班のメンバーの乃木、堺雅人。第6話までに、テロ組織、テントのリーダーであるのゴーンベキ、役所広司が、幼い頃に生き別れた父だということが分かっている。第7話の予告動画は、ついに別班の作戦がスタート。物語の舞台は ルカ共和国に舞い戻ります、という文言と共に投稿。乃木がテントに潜入する様子の一部が流れ、そのラストには覆面をかぶった何者かが、テントの幹部男性、二宮和也の頭に銃口を突きつけるシーンがあった。フォロワーからは、これは見逃せない、早く来週の放送が見たいです。簡単譜、別班 VS テント、すでに予告だけでワクワクが止まらない、といった期待のコメントが多数。二宮が演じるテントの幹部男性は、過去にベキのことを、父さん、と呼んでいる。覆面の人物に関しては、乃木と推測する視聴者が多く、乃木さん、兄、ガニの、弟、二重向けてるじゃん、という驚きの声も上がっていた。